イエーイ星、シャップマン漫画節料理研究部部長のシャップマン尾崎です。今回の動画は、食撃の相馬より、秋の選抜試験予選のカレーを全部再現するシリーズのメインです。A ブロックの男たちの5人のカレーを再現していきます。いつもより長い動画になってしまっているので、キャプションがついています。途中まで見て、わかんなくならないように、チャンネル登録だけしておいてくださいね。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは、夏木アリスのお月の謎のキャラ、黒木場亮の伊勢海老カレーを作っていきます。それでは、まず最初にサフランライスを炊いていきます。バターを溶かし、みじん切りの玉ねぎを入れて、お米、ローリエ、カレーリーフを加え、お米に油をなじませていきます。お米の 1.5 倍ぐらいの量の水を入れ、サフランを加えていきます。このままよく混ぜ、沸騰してきたら、蓋をして弱火にして20分ほど火にかけます。次は香味野菜を切っていきます。玉ねぎ、セロリ、そしてトマトをカットします。伊勢海老も頭と尻尾に分けていきます。伊勢海老の頭は一つは飾りを、もう一つは出汁を取るように細かくしていきます。伊勢海老の味噌なども一緒に放り込みます。香味野菜は鍋で炒めて青臭さを飛ばしていきます。伊勢海老の頭は冷凍庫に溜めておいたアルゼンチン赤海老の頭などと一緒にブランデーを振りかけてオーブンで焼いていきます。香味野菜を炒めながら香辛料を加えていきましょう。ローリエ、カレーリーフ、クミン、カルダモン、コリアンダー、キャラウェイシード、唐辛子を加えて白ワインとブランデーを入れて煮ていきます。黒木場くんはここでコニャックを使いますが、私は貧乏人なもので、まあここは安定の VO ですね。ここに伊勢海老を投入して蓋をして蒸していきましょう。塩コショウ、カレー粉、パスタードトマト、一味唐辛子を加え混ぜて煮ていきます。今回カレーの水分は、まあ、ブランデーと白ワインだけにしてみました。伊勢海老に軽く火が入ったら殻を外していきます。身を外し終わった殻はまたソースの中に戻していきます。このままアメリケーヌソースのように煮詰めていきましょう。仕上げに高級ブランデーを少し振りかけ、ガラムマサラを追加してカレーっぽさを出していきましょう。ザルで殻を潰しながらこしていきます。こし終わると濃厚な伊勢海老カレーソースが出来上がります。ここにバターと生クリームを加え、コクを出して、もうちょっとカレーの味を強くするためにカレー粉を入れます。仕上げにまた高級ブランデーを入れ、サフランライスをよそってカレーを仕上げていこうと思います。注いだカレーソースに伊勢海老の頭を乗せ、ミディアムレアぐらいの火の入り方の伊勢海老の身を乗せていきましょう。ポイドに高級ブランデーを入れれば、黒木場亮の伊勢海老カレー完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。あー、めちゃくちゃうめえっすね。まあこんだけ材料費をかけてまずかったら料理人やめた方がいいですよね。それではブランデーを頭に入れ、すすっていきましょう。あー、もうこのエビの味噌の味と高級ブランデーがやばいですね。美味しいに決まっとろうって感じです。もっと食いてえが、もう伊勢海老はないです。そんなわけで、こした伊勢海老カレーの殻にシーフードミックスとココナッツミルクを加え、異臭を放たないラクサカレーラーメンにしてみました。今回の研究結果です。伊勢海老は高いだけあってめちゃくちゃ美味しいし、頭からも出汁がかなり出ます。アメリケーヌソースベースは何にしても美味しいですよね。高級ブランデーは少し入れるだけで風味が違います。ただの便利なムブキャラかと思ったら、実は実力を持っていた丸井くんのシドのポタージュカレーうどんも加減していきます。じゃがもの皮を剥き、スープ用とマッシュポテト用に分けていきましょう。マッシュポテト用はスチームバッグに入れて、水と塩を入れてレンジで加熱しちゃいます。残りのじゃがいもは1センチ幅に切っておきます。ポワローネギと玉ねぎを切ります。
これも1センチ幅ぐらいですかね。まあ、砂が入っているので、まあ、よく洗っておきましょう。玉ねぎは皮を剥いたら繊維に逆らって横に切っていきます。これも1センチ幅ってとこですかね。それでは鍋にバターを溶かし、玉ねぎポワロをよく炒めていきます。まあここで青臭さが飛んで、まあ青まみが出るまで炒めていきましょう。ある程度炒まってきたら、ローリエ、クミンシード、フェネグリーク、コリアンダー、フェンネルシードを加えて炒めていきます。ディルの葉っぱを加えて、水とコンソメブイヨンを加えて煮ていきます。これが冷製ジャガイモスープ、リストバーズのベースインスパイスが加わったものですね。スチームバッグに入れたジャガイモは潰してマッシュポテトにします。まあ完全に裏ごししないで、ちょっとまあ食感が残るようにしておきます。塩コショウ、クミン、カルダモンを加えて潰します。ある程度潰れたら鍋に移し、牛乳と生クリームを合わせていきます。潰しながらまとめていって、まあペコリーノチーズとパルメザンチーズを混ぜて、まあとりあえず温め直せる容器に入れて置いておきましょう。それではクミン入りのうどんを作っていきます。中力粉を用意して、まあそこにクミンと塩を加えて水回ししていきましょう。全体的に混ざってきたら、しっかりとボウルでよく混ぜ合わせていきます。まあ水回しに関しては紀ノ国さんのそばで痛い目に遭っているので、まあここはしっかりとやっていきたいところですね。そしていつものようにジップロックに入れて足で踏み、腰を出します。打ち粉をしながら綿棒で生地を伸ばしていきましょう。今回はパスタマシンは使わず手で伸ばしていきます。まあパスタマシンだとちょっと薄すぎそうですからね。綺麗に畳んで1センチ幅ぐらいにカットしていきましょう。そして粉をしながら、まあ、ほぐして広げていきます。しっかりとジャガイモに火が入ったビシソワースのベースはミキサーで回していきます。この時に入れたローリエの葉っぱを必ず抜いてください。もうこれを一緒に回してしまうと苦くなってしまいますからね。ミキサーで回したスープベースはボウルに移しておきましょう。まあかなりできるんでね、まあ小分けにしてジップロックにして冷凍でもいいかもしれません。これに低脂肪タイプの生クリームと牛乳を加え伸ばしていきます。味見をして塩で味を調整しましょう。では普通に冷製スープとして試飲してみます。いただきます。うめえ。クミン入りのビシソワーズ絶対売れるぞこれ。それでは酢と塩を入れたお湯を沸かし、トッピング用のポーチドエッグを作っていきます。冷たいままでも美味しそうだけど、原作は温かいカレーうどんっぽいのでスープも温めます。茹でたうどんを入れて温めたスープを注ぎ入れ、ここにマッシュポテト、溶けるチーズ、ポーチドエッグ、パルメザンチーズを振りかけていきます。全てトッピングが乗り終わったら、丸い善治の白のポタージュカレーうどん完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。やっぱ今回初めて手打ちうどん作ったけど、めちゃくちゃ美味しいですね。これ手打ちうどんにハマっちゃいそうです。スープもめちゃくちゃ美味しいし、伸びるチーズも面白いですね。今回原作通りに溶けるチーズを乗せているので温かいうどんだけど、これ冷たいカレーうどんでもいけると思います。まあそんなわけで恒例の追加研究です。冷製版の白のポタージュカレーうどんです。ディルを乗せておしゃれな感じにしてみました。それでは再びいただきます。これはこれでめちゃくちゃ美味しいですね。カレー風味のミストワーズがすごく美味しいです。もう冷たいカレーうどん自体面白いし、これどっかのファミレスとかコンビニとか商品化できそうな気がします。今回の研究結果です。カレー風味のビストワーズはめちゃくちゃ美味しいです。どっか商品化した方がいいと思います。手打ちうどんも打ちたてはやっぱりうまいですね。これはハマりそうな勢いです。白のポタージュカレーうどん、個人的には匠のカレーより上だと思います。ブロックが違ったら決勝進出もあったかもしれませんね。それでは何でもスモークしてしまう男、指崎旬の特製スモークカレーを作っていきます。
文字をリンゴチップで燻製塩にしていきます。この燻製した文字を使ってソミュール液という燻製の漬け込み液を作っていきます。文字をザラメ、てんさい糖、カルダモン、長寺、オールスパイス、クミンシード、キャラウェイシード、シナモン、唐辛子、ローリエ、カレーリーフを入れて沸かしていきます。しっかりと沸いたらそのまま冷ましておきましょう。豚肉の筋を切り軽く使用してソミュール液に漬け込みます。ジップロックに入れてソミュール液を注ぎ入れ、できるだけ空気を抜いてあげ、まあこれで冷蔵庫で2週間ほど漬け込みます。付け合わせの味玉も漬け込みました。2週間経ったので豚肉をソミュール液から取り出し、水に漬け込み塩抜きをします。ちなみにジャガイモは2日前に投入しました。1時間ほど水に漬け込み、まあ取り出したら燻製用の脱水シートで包み、冷蔵庫でまた1日置いておきます。それでは保水シートを剥がし、燻製マシンでリンゴチップでいぶしていきましょう。特製の燻製マシンで、まあ、一斗缶に直接火をかけ、80度くらいをキープしながら4時間ほどいぶしました。いぶし終わったベーコンをカットして鍋に入れて、今回のカレーのベースにしていきます。ガラムマサラ、カレー粉、玉ねぎを入れ、水を入れてそのまま煮ていきましょう。ひたすらにこのまま煮込んでいきます。ソミュール液につけていぶしたじゃがいもはちょっと味見をしたらかなりしょっぱくなってしまっていたので、このままカレーのルーの方に放り込みました。他にトマトやバナナも加えてあります。ちょっと燻製の味が強く酸味が強い感じの味になってしまったので、ちょっと深みが足らないと思い、インスタントコーヒーを入れ苦味と深みを足しました。いぶさきのカレーにはソースの中に具材がなさそうなので、お肉を取り出してミキサーで回していきます。では燻製ベーコン、じゃがいも、煮卵をトッピングします。そして周りにソースをかけてあげれば、いぶさき旬の特製スモークカレー完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。全体的にスモーキーな香りで、まあ食べたことがない感じのカレーですよね。卵とジャガイモはソミュール液につけたやつはしょっぱくなってしまったので、市販のジャガバターと煮卵を購入してきて、まあ改めて軽く燻製しました。ソースの方のレシピはないので想像で作ったけど、結構いい線いってましたね。さらに燻製マヨネーズとか添えたりしたら面白いカレーになりそうですね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。燻製は奥が深くてこれもハマっちゃいそうですね。自家製ベーコン作り、実はうちの父親の趣味で、実家に行けばいろいろと道具があったりします。一度本格的に教わらーかなーと思ってます。修行してから次はメスキートのいぶさきベーコンに挑戦ですね。褐色の肌に白い髪、白身純が作ったセラフィムの疑いもあるルナーリア族葉山明のフィッシュヘッドカレーも再現していこうと思います。タイの頭は1時間ほど水で流し、生臭さを抜き、天板に並べてオーブンで焼きました。玉ねぎとニンニクをみじん切りにしていきます。鍋にピーナッツオイルを引き、ニンニクと玉ねぎを炒めます。しっかりと玉ねぎが炒まってきたらスパイスを投入します。葉山といえばカリパッタってことでカレーリーフですね。そしてレモングラスです。そしてカルダモン、コリアンダー、オールスパイス、唐辛子、ターメリック、ガラムマサラも加えます。ココナッツミルクも加えて水も入れていきます。トマトとバジルを加え、そして焼いていたタイの頭も入れていきましょう。そしてほんの少しだけシナモンのかけらも入れました。葉山はいつもザ・テレビジョンの表紙かと思うぐらい何か持ってますからね。原作ではホーリーバジルなんですが、アマゾンさんの力を借りても手に入らないぐらい貴重なハーブなので、普通のバジルで勘弁してください。ホーリーバジルはよくガパオライスに入っているハーブですね。日本の気候じゃ生産が難しいみたいです。さらにガラムマサラを追加して煮込んでいきます。全体的にタイに火が入ってよく煮込まれてきたら、仕上げにヨーグルトを加えましょう。普通のフィッシュヘッドカレーならこれで完成ですが、葉山はナンで包むのでナンを作っていきます。前にズボラさんのお子様とお餅つきして作ったピザの生地の残りを冷凍しちゃったので、これをナンにします。
ピザの生地にヨーグルトとベーキングパウダーを混ぜて打ち粉をしてよく練り込みます。これで簡易的なナンの生地の完成ですね。生地がまとまったら少し休ませておきましょう。それではフィッシュヘッドカレーの最大の弱点ですね、美味しいけど食べにくいっていうところを考慮して小骨などもちゃんと外して器に入れていきます。まあ食べにくかったらあの審査員とかもうグツグツ言いそうですもんね。グツグツってなんだい。香りを閉じ込めるために生のバジルを入れてナンで蓋をしていきます。ではオーブンで焼いていきましょう。上手に焼けました。葉山明のフィッシュエイトカレーナン包み完成です。それでは早速食べていこうと思います。いただきます。おお、めちゃくちゃ熱いじゃねえかよ。いきなり1手目から口の中をやけどしました。味は最高です。もう魚の生臭さとかもないし骨も取ってあるからとても食べやすいですね。まあ上位系納得の完成度って感じです。これがホーリーバジルだったらどんな味になるかちょっと食べてみたい気もしますね。そこまで大幅に香りとか変わるもんなんですかね。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。ホーリーバジルは日本じゃまず手に入りません。フィッシュヘッドカレーはちゃんと下処理をしないと生臭さがやばいです。ルフィの気まぐれカレーで実証済みですね。小骨まで丁寧に取ってあげればすごく美味しいカレーです。そこまでしてもらいなんで包まれたら予選突破は文句ないって感じですよね。それではいよいよラストですね。相馬のカレーリゾットオムライスを再現していこうと思います。まずは自家製のマンゴーチャツネを作っていきましょう。マンゴーと葉山に鼻で嗅ぎ分けられた人参バナナのピューレをミキサーで回します。リンゴを入れ忘れたのに後から気づいたのでリンゴも混ぜました。市販のマンゴーチャツネも混ぜスパイスを入れて混ぜていきます。加えたスパイスはクミン、カルダモン、クローブですね。これを混ぜていきます。匠のカレーの時に取った牛と鶏肉のブイヨンを温めていきます。ここにはレモングラス、カレーリーフ、ローリエを入れて沸かしていきましょう。それではコーヒーミルにクミンシード、カルダモン、クローブ、オールスパイス、フェンネルシードを入れて引いていきます。わあ、下の容器リセットしてなかった。そういうわけで拾い集めてさらにここにスパイスを足していきます。唐辛子、ターメリック、ガラムマサラも足しました。それでは玉ねぎとニンニクをみじん切りにしていきます。そろそろ皆さんも飽きてきた頃だと思うのでメッツァルーナは使いません。牛のひき肉が売ってなかったので牛のもも肉をカットして使っていきます。鍋にオリーブオイルとギーを入れてニンニクを炒めます。色がついてきたらそこに玉ねぎのみじん切りを投入してしっかりと炒めていきましょう。そこに牛肉も入れて塩コショウをしつつ炒めていきます。ここにひいたスパイスも入れてお米も加えます。お米が油に馴染んできたらここにブイヨンを加えていきます。まあ、ブイヨンはあの後から葉っぱを抜くのが大変になってしまうので今回はこして入れていきます。先ほど作ったマンゴーチャツネもここに混ぜていきます。さらにここに市販のカレーフレークも足してそしてブイヨンも少し多めにして炊き上げていきます。弱火で10分ぐらいかけて、まあ、火を止めて15分ぐらい置いていきます。まあ、ソーマはこの時椅子に座って居眠りしてたんですけどね。まあ、ソーマ同様に待ってる間に炊き上がりました。では仕上げの味付けです。塩コショウ、バター、白ワイン、ペコリーノロマーノ、パルメザンチーズを入れエキストラバージンオイルを入れて混ぜていきます。ボウルに卵を割り塩コショウ、牛乳、生クリームを加えます。テフロンのフライパンに油を引きバターを溶かしていきます。ここに卵を流し入れ、まあ、全体的にフライパンと端を刻みに動かして混ぜていきます。表面が固まってきたらそこにリゾットを乗せて卵を包んでいきましょう。
ちょっとでかすぎたかなと思って公式のレシピをもう一回確認したら卵8個って4人前の分量だったみたいです。ではソースを作っていきます。オイスターソースに蜂蜜を加え、そこにカレー粉と水溶き片栗粉を入れて沸かしていきます。しっかりと粉に火が入ったらこのまま冷ましていきましょう。熱いままだとディスペンサーから吹き出してしまいますからね。そして冷ましたソースをかけてパセリを添えたら雪田そばのカレーリゾットオムライス完成です。それではいただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱりスパイスを引いたのが良かったのか、まあすごい香りがいいです。そして普通のドライカレーよりもリゾットにした方が味に深みもあるし、スパイスの香りが本当によく効いてて美味しいですね。とんでもない大きさだったのにあっという間に完食です。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。ただのカレーオムライスよりもリゾットの方が美味しいです。スパイスは食前に行くと香りがやばいですね。そして公式のレシピとかを見るときは最初に何人前かを確認しましょう。全部再現した中で丸いのカレーが一番美味しくて汎用性がありそうでした。今回紹介した食歴の相馬、王道のグルメとリアクション、そしてジョイエロを組み込んだ少年誌ギリギリのグルメ漫画です。この機会にぜひ読み返してみてはいかがでしょうか。そして食歴の相馬、他のカレーも再現しています。よかったらこの機会にそっちの方も見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。3000人を突破した記念のライブ、ゴールデンウィーク明けにどこかでやりたいと思っております。生で漫画飯再現するんだったらどれがいいですかね。リクエストの方お待ちしております。僕の中ではスーパー回転お好み焼きを狙っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。